ガザンハン、ガザンハン、ペルシア語、ジーチェシシンカーン、1271年11月4日から1304年5月17日は、イルハン朝の第7代君主、第4代君主アル軍の長子で、第8代君主オルジェイトの兄にあたる、在位、1295年11月3日から1304年5月17日、原子などにおける漢字表記は合わせ3、 1291年に父ある軍が没した後、父の弟である外発が後を継いで君主となったが、失勢を続けた結果、1295年にいとこに当たるバイドに殺害された。ガザンはその半年後、バイドに対して反乱を起こして彼を滅ぼし、イルハン朝の第七代君主として即位することになったのである。ガザンは ある軍が即位する以前の1284年には、すでに、チャガタイ家の王族生まれオグル。チャガタイの次男もチェイエベの次男でフレグの生成に、参加したネグデル、または、テグデルの長男と共に、多数のアミールらと、ある軍と継承を続けていたテグデルアフマド藩へ、和平に望んでおり、早くからホラーサーン方面の諸軍を統率する立場に、あったことがわかる。父アルは即位以前に、 ホラサーン方面を統括していたが、テグデルハンの倒滅によって自ら即位することになった。ルグ軍の愛測士として、ガザンは父になり代わり東方領域の統括を任さることとなった。ルグ軍は1284年の即位の折に、イルハン朝の諸地方をフレグ家のモロコに分布している。すなわち、バグダードの統治拳銃形態の王公、バイルに、 ディアール・バクル方面の統治権は同じくいとこで、レグの次男・ジョムクルの死ジュシケブに、ルーム方面は、フレグの十次男、フラチュニ、グルジア方面は、フレグの八王・アジャイニである。そしてアルグン自らの獅子ガザンには、ホラーサーン、マーザン・ダラーン、霊を含むクーミス地方が与えられ、その副官、ナーイブにジュシケブの弟である王公キンシューアルグン赤の子で、 ホラーサーンカラウナスマンコ隊長であったノールーズがついた。バイドゥノールーズらは、ガザン当局までにガザンとイルハンチョ内部の派遣を争った人物であり、ある軍の治世中でもその動向は不穏でありたびたび反乱、離反を繰り返した。ガザンは王族、諸部族長同士の紛争が絶えなかったフレグウルスで、成人したばかりの従来前半からその家中に、 少年青年時代を生きたのである。ガザンは本来父アル軍の影響で仏教を信仰していたことが知られている。フレグ家がイスラームに改修する以前はチベット仏教などに多大な寄進を行っていたことが判明しており、ガザンの法領ホラーサーン地方のハブーシャンにおいてスーザの仏寺が建立され、また首都タブリーズにおいてはフレグ時代に遡る仏寺の遺跡が2箇所。 現存している。ガザンのイスラームへの回収は、バイルとの多い継承戦において、先のノールーズが苦境に陥っていたガザンに、ガザン自身が、イスラームに回収することによって、全員イスラーム教徒の指示を受けられることができると、力説した話が伝えられている。当初ガザンはこれを即決できなかったようだが、再び、ノールーズから、ヒジュラ歴690年、1290、 第二、イスラームの帝王が出現し、イスラームの胸と民衆を復興するだろうという予言を聞くに及んで、改修の決断をしたという。1294年6月16日、ヒジュラ歴694年シャーバーン月1日に、ダルダマーバンド平原の父ゆかりの空宿、ティンのタにおいて、目浴と衣がいなどの決裁の後玉座の下、特別に失らた。 王族用のテント式移動用モスクで、シャハーダ、信仰告白を行いイスラームに回収した。このシャハーダを先導したのは、クブラビー教団の巧妙なシャイフであったシャイフ、サドルッティーニ・イブラーヒームという人物だったことが知られており、これに習って、ガザン帰間の諸将及び、兵士諸軍が回収に連なったという。1295年10月4日にガザンは、 バイドを打ち破り、イルハン朝の、第七大君主に即位した。ガザンは、即位にあたってこうに、イスラームの帝王、PD セイチェッチ、アイイスラムを自称し、ムスリム名として、マフムードガザン、マムドジーチェッシーを名乗った。これに伴い即位初年の直令ヤルギグはイスラーム以外の主要建造物、すなわち、仏教寺院、ブトハーネ、マウブード、ゾロアスター教寺院、 アーティシュキャでの破壊命令が発せられ、キリスト教会道、キャリーサー、ユダヤ教会道、キャニーセも、またそれに続いて、破壊をこむったという。すでにテグデル藩の時代に、テグデル自身も含め、モンゴル軍民のイスラーム化の兆候が始めていたが、このガザンの治世によって、イルハン朝は既存のモンゴルの国家体制や、監修などを維持しながらも、 国家規模のイスラーム化を推進していくこととなる。さらに1298年、改修したユダヤ教徒の一族に属するラシードデティーンを最小にして財政改革やイルハンチョの支配体制強化に努めた。また、ガザンは1300年、ラシードにガザンの治世に至るチンギスカンカ昭和家とフレグの遠征イライルハンチョ領内に 展開していたのトュルクモンゴル継承部族の歴史をまとめたモンゴルの編纂を命じた。これはガザン没後の1310年に時代のオルジェイトの命で再編集、完成して14世紀以降、イラン、中央アジアで最大規模の歴史書である終始となり、その後のオスマン町を含むこれらの地域の歴史叙実に決定的な影響を及ぼした。これらの姿勢によって、 政治的、文化的に、イルハン朝は大いに発展した。1304年5月17日、34歳で病死した。遺外は、タブリーズへ運ばれ、生前タブリーズ郊外のシャンブの地に建設した、ガーザーニーヤという名の悪婦複合施設の病母に埋葬された。ガザンの後は、弟のオルジェイトゥが、兄の使命通りハンくらいを継いだ。このガザンと後を継いだ。 オルジェイト二人の時代に、イルハンチョウは前世紀を迎えたが、彼ら兄弟はいずれも寿命と在位期間が短かったことが、その前世紀を短期間で終焉させ、イルハンチョウを滅亡へ導く一員となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。